おはようございます。今日は木曜日で朝9時前なのに琴ちゃんがいます。なんででしょうか。学校のアメリカの方で全部学校んじゃん。LA だけだけどね。うん、LA。その学校の先生たちがストライクっていうやつに行って、そうなんです。お金全然もらわないから。学校の先生が賃上げ交渉をしてストライクを起こしてるんです。実は今週月曜日からずっと。ストライクがあって学校は一応オープンしてるんですけど、ほとんどの子が行ってません。ニュースによると全体の 30% の子しか学校に行ってない状態で、学校にはもちろん先生もいないし、教頭先生と校長先生とあとボランティアの人が何人かいる程度で、子どもたちは映画見たり UNO で遊んだりして時間を潰しているそうなので、行っても意味がないので、そうなの、行けないんです。それが来週の火曜日まで続くだろうという見通しで、親としては困ってます。でも相馬の学校はあるから、これから相馬の学校に行くよ。じゃあ用意しましょう。ことはいかないけどね。はい、行ってきます。はい、今相馬を送ってきて家に着きました。外土砂降りです。珍しく。で、私家出る前にことちゃんに着替えを済ませて部屋を片付けて、私のコーヒーを作っておいてくださいと頼みました。さてと、やってるでしょうか。見てみましょう。着替え OK。 Inside trading fine. Pay the bank 200k. 払った？まだ。200ドル払うの？うん。Let go. どこ？はい。六。六。一二。仕事。あ、間違えた、どこだっけ？よかった、言って。三四。ただいま。はい、おかえりなさい。いただきます。はい、お昼は普通のカレーです。いいよ、食べていいよ。おいしい。お腹痛い。え嘘っぽい。ご飯の時必ず言います。うん、今は嘘じゃない、本当に。本当に？トイレに行くの？トイレ、うちじゃない。今何やってんの？あ、相馬、お小遣いもらったんじゃ。うん。それでね、なんかことと相馬、なんかウォッチ見てるの。あ、自分で。なんか相馬はなんか、こういうなんか、時計とか、なんか、できるやつ。時計？ちっちゃい用の子供用のなんかアップルウォッチみたいなやつね、おもちゃの、うん、濡れてもいいやつっていうかさ、濡れてもいい。お年玉ね、お年玉で買いたいものを、お年玉で買えるよ、探してるわけね、うん、ことはもうほらこれ、こういうなんか、それってさ、濡れてもいいっていうことは石鹸にもちょっと塗るとこ、石鹸はわかんない。はい、日本語学校の宿題の時間です。ほとんどもう終わってるからね、直すだけ。あと漢字のテストの勉強だ。あー、
YouTube タイムからの、はい、ピアノ。ピアノはそんな嫌いじゃないでしょう。さあ、車乗って。もうやめて。危ない。ゴー、ゴー。よいしょ。頑張ってね。モールの中のお店をブラブラしてます。ブラッチング電話持ってる、うん、あ、それあるね。リラックマいくらしてる？それ高いでしょう。46ドル。どうして46ドル？45ドル99。めっちゃ高いです。しょうがないよね。どうした？ああ、大丈夫、つくよ、ちゃんと。どうした？なんかついた？いや。はい、ここです。青い飲み物来ました。あ、そうだ、横にしたらこぼれそう。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。ちゃんと混ぜない。そうね、なんかシロップが混ざってない。子供たち混ぜません。長女のはこれすごいよね。美味しそう。これさ、一回さ、これ取って何かに混ぜて。美味しいお魚。これなんて魚？なんて種類の魚か知らない？1番サンマ、2番サバ、3番タイ。3番、はい、1番サンマ、1番サバ。合ってた？合ってないよ、タイってないよ。今日のデザートはキウイ。キウイ、ゴールデンキウイ。ゴールデンじゃない？ゴールデンキウイって名前。ゴール、うん、ゴールデン。そうか、ゴールデン。ヤローキウイ、うん、あ、グリーンキウイ。グリーンのは普通のキウイ。それは痛くないやつ。え、これ全然お口の中痛くなる。食べれんの？ゾーマは張り切って食べるって言ったけど、前食べれなかったけど食べれんの？No。 美味しいけどその顔になっちゃうの？その顔になっちゃう？どうしてもなっちゃう。お風呂出ました。もう一回髪の毛とかして。はい、何ですかそれ。ママが買ってくれたやつ。さっきモールでジャスティスで買いました。なんだこれ。顔洗うときにする
これなんていうのバンドヘッドバンドセールで税金入れて2ドル73セントでした。結構安かったね。本当は6ドル違うよ、それさらにもっと高いんだよ。それがセールになってそれがまたさらに 60% オフだったから。どうやってつけんの？こうやって紙出してで置いて前髪も入れんだよ、あの髪変わらんときはね。あら、かわいい。いい、いい、こっち向いて。カタここはげる。はげない、はげない。こっち向いて、こっち向いて。あら、いいじゃん、いいじゃん。かわいい、かわいい。それで毎日顔洗うときちゃんと止めてね、髪。もう寝る時間。明日も学校、あの先生のストで、引き続き学校は行かないけど、あんまり遅くまで寝ないでください。ストライク大好き。やめてよ。ほんと困るよ、もう冬休み終わって学校始まって1週間でもうストーンになっちゃったからね。全然勉強してないね。それつけて寝るのかい？寝れないんじゃない？そこ電気つけて。これ？うん、つけるでしょ、いつも。それにそれつけて寝んの？頭痛くならないですかね？痛いよ。そうやって寝る？うん。おやすみ。つけ外すんだ。それは頭痛くなるからね、寝て。これにつけて。それもつけないの、うん、結局何もつけないのね。